面白いよな、サーカスをコンセプトにした撮影って。演目も本格的にやるって言うんだから気合も入るぜ。俺の担当はオトヤとアイと同じジャグリング。でも持ってるものはそれぞれ別物なんだ。この箱はシガーボックスって言うんだってさ。一緒に練習もしたんだけど、それぞれ道具によって同じ演目でも受ける印象が違うんだ。いつか3人で一緒にパフォーマンスしても面白そうだな。さて、2人に負けねえように練習しないとな。実はシガーボックスならではのパフォーマンスも考えてるんだ。アクロバットとかダンスと組み合わせたりとか、まだ固まってはないんだけどな。撮影本番が今から楽しみだぜ。よし、それじゃあこっからマジで行くぜ。今回のジャグリングの俺的メインイベントだからちゃんと見ててくれよな。1、2、3、よっ、おっと、よし、一応成功ってことでいいよな。真ん中のボックスを投げながらバク転して、その後キャッチ。動画で見たんだけどめちゃめちゃかっこよくてさ、これ俺も絶対やってみてって思ったんだ。練習した甲斐があったぜ。実は成功率は 50% くらいだったんだけどな。でもどんなことだってとにかく挑戦あるのみ。びっくりするような技でお前らをワクワクさせてやるぜ。